ことが好きだって言ってくれたけど。二人とも、スコートさんから私情が送られてきたって聞いたよ。私たち、美月さんが勝つために他に何かお役に立てないか考えていたの。ありがとう、フォフォ。毎うちに高魔用道具の使い方を教えてくれて本当に助かったよ。おかげで剣術はまだまだだけど、カンパニーのメカを倒す自信がついたよ。どういたしまして。私の方こそ美月さんに感謝しているんだから。そのスコートってやつは小娘がぶっ飛ばしたはずだろ。どうしてまた戻ってきやがったんだ。人間ってのは教訓から何も学ばない生き物なのか。尻尾？それは違うよ。君子が仇を報じるなら10年かかっても遅くはないっていう言葉があるの。でもスコートは小物だから、そんなに長く我慢できなくて、彼にとっては今がチャンスなんだよ。でもそんなあいつを倒したところで、なんか物足りない気がするんだよね。うまく言えないんだけど、すっきりしないというか。分かったぞ。そういう教訓を学ばない奴はいくらボコボコにされても懲りず、心からひれ伏したりしねえだろ。お前はそれを心のどっかで感じてんだよ。じゃあ彼に心から負けを認めさせるにはどうすればいいの？お前を悪く言うつもりはねえが、そのスコートってやつの考えにとらわれすぎだ。そいつがルールを決め、お前は剣術でやつのメカと戦うことに同意した。そして勝敗に準ずる約束ごともそいつが決めて、これまたお前は同意した。これじゃただのスコートが企画した運動会じゃねえか。こんなのに勝ってもつまんねえだろ。小娘、いちいちカッコつけんな。それと、そういうおいしいところは俺様に残しておけ。俺は西洋だぞ。俺様を信じるってんなら西洋の力を貸してやってもいいぜ。ファファ、封印を解いてくれ。関係ねえだろ。お前がメッキハンガンに報告しなければ済むことだ。見てやがれ。
俺様がスコートを改心させ、心から負けを認めさせてやるぜ。どうだ、これで満足するんじゃねえか。おお、さすがは尻尾。おやおや、これは我らが助決、三月なのかではないか。ふん、果たし状を受け取ったからにはうちは逃げも隠れもしないよ。あんたの挑戦受けて立とうじゃないの。それはいいのだが、お前たちは頭がおかしいのか。勝負ごとに脅迫状を送ってくるような真似をして、そんなもので私がおじけづくとでも思ったのか。脅迫状？何のこと？とぼけるな。これはお前たちが私のポケットに忍ばせたものだろう。弱い者いじめをする傲慢で横柄な大役人スコート殿の絵。あなたは歪んだ権力欲を罪なき天守に向け、歴史と伝統のある泉州の剣術を愚弄した。私たちはあなたに全ての罪業を自白させ、その歪んだ欲望を正すことに決めた。字も汚すぎてお前が読むまで何と書いてあるかすらわからなかったぞ。ふざけるな。ん？今誰か何か言ったか。まあいい、話はこのくらいにして。三月なのか、犬の鳴き真似の準備は。彼女が剣を抜くところすら捉えられず、まるで時間が止まったかのようで、目に映るのは一筋の緑の炎の閃光だけだった。その瞬間、私は思い出した。子供の頃に海辺で遥か彼方にある濃い霧の向こう側に見え隠れする緑の灯火を眺めていたことを。後で知ったのだが、それはあの少女ラクシュミーの家だった。誰が家で緑の明かりを灯すというんだ。彼女の家は本当に変わっている。あ、どうして急にこんなことを思い出す。これは走馬灯か。私はもう死んだのか。これがスコートの心の中の世界のようだな。こいつの最も歪んだ欲望を探さねえと。来やがれ。ああ、あれがあいつの親父か。人間は一生をかけて子供時代の傷を癒すっていうが、スコートもそうなのかもしれねえな。父さん、せっかくの週末だっていうのに何を叫んでるの。まだ寝てたかったのに。怠け者めが寝坊しやがって。何度言わせるんだ。信用ポイントは寝坊するか、自由市場が寝坊するか、見えざる手が寝坊するか。まあいい、この話は後だ。お前、スカイダートをしている時に足を折ってしまったペファナを病院まで背負ってったらしいな。さっきペファナの両親が息子の親友の父親に挨拶がしたいと来たぞ。ガキの頃のスコートはこんなに優しかったのか。このバカが！
お前とペファナはスカイダートチームでキャプテンの座を争うライバルだろ。そんな奴とお友達ごっこなんかしてどうする。おまけに病院まで担いでいくなんて。ふん、随分と思いやりがあるようだな。何度も言わせるなよ、リンドン・スコート。俺たちスコート家の家紋は一匹狼。家訓は敵も友人もいない、いるのは獲物のみだ。お前は自分の獲物を病院に連れて行くのか。やれやれ、こんな家で生まれ育ったとは本当に哀れな奴だな。でも父さん、あいつの足は僕がわざと折ってやったんだよ。だから僕が病院に連れて行かなかったら周りから疑われちゃう。はぁ、そうだったのか。すまんな、リンドン。頭ごなしに叱って悪かった。大丈夫だよ、僕は父さんが大好きだから。おいおい、まったく、カエルの子はカエルだな。ここには最も歪んだ欲望はないようだ。スコートさん、あなたに巨額の賄賂を受け取った容疑がかかっていますので、ご同行願います。お、老いぼれめ、捕まりやがったか。これだけ悪事を働いていればいつかは捕まるだろう。だが最後に一つ教えてほしい。俺を売ったやつは誰なんだ。内部告発のためお教えすることはできません。内部告発だと？この件に関わってんのは動機も証拠もない奴らばかりだぞ。一体誰が。僕だよ、父さん。僕が父さんを売ったんだ。なんだと、リンドン、お前が俺を売ったってのか。なんて親孝行の奴なんだ。泣けてくるぜ。お前を誇りに思うぞ。参ったよ、父さん。俺を踏み台にしてもっと高みを目指せ、リンドン。お前はスコート家の誇り、一人前の一匹狼だ。お前は俺の自慢の息子だよ。父さんの教えを守っていくよ。こいつの子供時代は救いようがないみたいだな。最も歪んだ欲望はここにはなさそうだ。我が親友スコートよ。私はタタリアンへと異動になったんだ。どうだ、仕事終わりに酒でも飲まないか。こいつに友達なんていたのか。ここだったらこいつを改心させる鍵が見つかるかもしれねえな。タタリアンだと？辺境の要塞官じゃないか。ここ最近お前は仕事でも別に何も問題を起こしてないだろう。とぼけるなよ。お前が手を回して移動させたんだろ。私たちのチームに他にそんな真似をする奴はいないからな。笑わせてくれるぜ。まあちっとも意外ではないかな。仕方ないだろう。お前のポストはあまりに魅力的だったからこうするしかなかったんだ。ポストのためだけではないんだろ。ラクシュミーのこともこれからはもう誰にも邪魔されずに済むな。ラクシュミー？濃い霧の向こう側に見え隠れする緑の灯火って、
まさか彼女はスコートが思いを寄せている恋人か。約束してくれ、彼女を大切にすると。もちろんだ、アシャワット。お前に代わってラクシュミーを守るから。安心してタタリアンへ行ってくれ。どうやら最も歪んだ欲望はここにもないようだな。私たちが知り合ってからどれくらいになるか知ってる？そうだな、7、8年くらいか。でも急にどうしたんだ？もう何年も一緒に仕事してるのに、実は実家がこんなに近いことに気づかなかったなんておかしいと思わない？普段会社でこんな話をすることはないからな。まさかスコートが純情派のクズだったとはな。実はね、今までずっと我慢して言えなかったことがあるの。私のことが好き、そうなんだろ？ほう、やるじゃねえか、スコート。ドストレートだ。気に入ったぞ。ええ、そうよ、スコート。あなたも、恋人になりたいわ。スコート、ついに見つけたぜ。これがお前の弱点。ついにお前の弱点をつかんだぞ。え？今のお前の言葉は全て録音させてもらった。部門では社内恋愛ははっきりと禁止されている。この録音を外部に漏らせば、お前はもう私と担当者のポストを争うチャンスすらなくなるだろうな。どうかしてるぜ。そんなでもスコート、私が好きなのはそんなあなたよ。お前もどうかしてるぜ。わかった、今回はあなたに道を譲るわ。でもいつの日か私があなたに勝った時には、私の気持ちを受け入れてほしい。それはやめておこう。なぜなら私は一匹狼だからな。お前ってやつは本当に頑固なんだな。アイスの背後にある王冠が最も歪んだ欲望に違いねえ。ついに魂の奥底に潜り込んだぞ。こいつは本当に救いようがねえな。俺様がお前から歪んだ欲望を取り除いてやる。誰だ？ここは私のプライベートの領域だぞ。どうやって入ってきた？俺様がどこにいようが、お前の許可なんざいらねえ。少し言わせてもらうがな、お前ってやつは
出世のためなら何だってする。どうしようもねえ野郎だな。全ては成功のため。私はスコート家の誇りであって一人前の一匹狼だ。トップに立つためなら何だってやってやるさ。だがそれで本当に満足してるのか。お前は虚しい信用ポイントのために家族愛、友情、愛情といった感情を犠牲にした。自分の胸に聞いてみろ。お前は本当に幸せなのか。私は幸せなのか。私は本当に幸せなのか。私は、ああ、幸せだとも。お前に私の幸せなど想像もつかないだろう。感情を犠牲にしただと。甘いな。感情が何の役に立つというのだ。感情が食卓のハムになるのか、グラスの中のワインになるのか、私が操縦する宇宙船、そして住むための豪邸になるのか。答えてみろ。感情がどれくらいの信用ポイントになる。なあ、それに引き換え信用ポイントは感情に変えられるぞ。これさえあれば誰とでも友達になれるのだ。はあ、こいつは本当に救いようがねえな。方法を変えて対処するしかなさそうだ。だが私は金を感情のような全く無意味なものに使うつもりはない。なぜなら私は一匹狼だからだ。スコート家の一匹狼だ。敵も友人もいない。いるのは獲物だけだ。はっ、つべこべ言わずかかってきな。一匹狼のスコートさんよ、俺様の凄さを思い知らせてやるぜ。落ち着いて、トン。アイザス、立ちなさい。さようなら。月光を剣とす。すべてを照らさん。落ち着いて。ワオ、呼吸だよ。アイザス、立ちなさい。さようなら。支障ない。トン！すべてを照らさん！月光を剣とす！スコートさん！スコートさん、どうしたんですか？ナノカが剣を振ったら何か緑色のものが出てきて、それがあなたの体の中に入っていき、それからあなたはそこに立ち尽くし、ブツブツ何かつぶやかれていましたが、大丈夫ですか？おい、ミツキナノカ、スコードさんに一体何をしたんだ？え、うちは何もしてないよ。何でも人のせいにしないでよね。しっぽ、スコードさんに何をしたの？
だ。俺様はあいつの心の中にある最も歪んだ欲望を奪っただけだ。わあ、見てろ、面白いことになるはずだぜ。スコートさんの様子がおかしくなってきた。尻尾、本当に改心させたの？俺様も試したのは初めてだから、何が起きるかは分からねえ。あんな奴を改心させられるなんて、尻尾って本当にすごいね。俺様はお前たちが思っているよりもずっとすごいんだぜ。見ろ、始まるぞ。わおわお、スコートさん、どうしたんですか？わおわおわお、スコートさん、しっかりしてください。しっぽ、一体あいつに何をしたの？あの歪んだ欲望がなくなった今、あいつは本気で一匹狼になりたいと思ってんだ。だったら覚えておくんだな。絶対フォフォを敵に回すんじゃねえぞ。スコートさん、噛まないでください。わおわお、逃げるのよ。スコートさんがおかしくなって噛みついてくるわ。尻尾がうちに取り付いて西洋のすごい剣術を見せてくれるのかと思ってたのに。だから俺様はそんな暴力的な西洋じゃないと言ってるだろ。仕事で呼び止められて、うちの体は丈夫で100万人に1人の武術の逸材だって言われたんだよ。元凶師匠と雲里師匠はとても丁寧に教えてくれるから、頭では理解できてるんだけど体がついてかないんだよね。気に入っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプ。くらえ！師匠、お茶をどうぞ。今こそ真の剣術を見せるとき。左に青龍、右に白虎、ミルクティーはやっぱり最高。くらえ！
ミルクティーが飲みたい気分だよ。稽古が終わったら飲みに行かない？意見を聞かせて。今日の稽古はここまでにしましょう。
る収穫があったよ。うち
どうすればいいんだろう。そうだな。今日もかなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。今日は最初の試験だね。試験のテーマは基礎技術だよ。うち知ってるよ。足腰を鍛えてこそしっかりと戦えるってやつだよね。それは憲法のことでしょ。でも間違ってはない。基礎的な身体能力、正しい力の使い方が身についてないと、複雑な技なんてなおさら身につけられないよ。美月さん、毎日の素振りは基礎の元なんだ。速さ、勢い、鋭さ、それと滑らかさでしょ。わかってるって。ほら、美月なのかもあなたの長話にうんざりしてる。え、うちはそんな風になんか思ってないよ。僕は美月さんが初めて剣術を学ぶから、口伝を強調して理解を深めてあげようとしただけだよ。運理みたいな天才であっても基礎をおろそかにするとせいぜい見かけ倒しの技にしかならないからね。教えるならさっさと教えれば、わざわざ私を引き合いに出す必要ないでしょ。まさかこれについて寛永将軍から教わらなかったの？あなただって戦闘中にスズメみたいに飛び跳ねるのは良くないってこと、将軍に教わらなかったようね。この数日、美月さんも基礎技術をかなり学んだだろうから、そろそろ試験をしても大丈夫だと思う。美月なのか、双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。残生覇中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。太くなさすぎ。青龍百個ミルクティー最高。
合格したんだよね。そうなんだよね。いい身のこなしだった。合格だよ。やった。ねえねえ、早く褒めてよ。これも二人の師匠と助教さんのおかげだよ。じゃあ今カンパニーのあいつと戦ったら勝ち目はどれくらいあるかな。美月さんはもともと武術の才能があるし、実戦経験も豊富。それに僕とウンリが剣術を指導しているから、もし今カンパニーの警備用メカに戦いを挑んだら、おそらく勝ち目はない。うん、ウンリの言う通りだね。え、全く勝ち目がないの？師匠たちはうちの自信をなくそうとしてる？先に言っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプなんだからね。それってつまりうちの剣術はまだ修行が足りないってこと？半分趣味程度で美月なのかに技を教えてきたけど、弟子に技術を教えるということに対して達成感が出始めている。え、運理は今頃そうなの？美月さん心配しないで、僕は最初から真面目に教えてるからね。いちいち突っかかってこないで。美月なのかに教えた技はどれも主命剣術の中で磨き上げられた技なんだから。美月さん、この15日の修行期間というのはあまりにも短い。だから試験の結果に関係なく、基礎技術の稽古は続けてほしい。そうすれば少しは勝ち目も出てくるはずだから。将軍はいつも剣術試験の後、剣の手入れのために僕を構造師へ連れて行くんだ。そこで美月さん、今日は将軍のやり方に習って一緒に行こう。これも君を認めてるってことの表れだからね。ありがとう、元気お師匠。何か分かったか？はい、調査の結果、あの少女も請求列車の七死人で侮れない実力者だということが分かりました。スコートさん、この賭けは少しリスクがあるのでは？リスクを恐れてどうする。お前は戦略投資部の大物たちを見たことはないのか？彼らはリスクのない取引はしてないだろう。私の前で弱そうなふりをして驚かせようとする魂胆だったか。おい、この付近で最高のメカを調達してこい。わかりました。在庫のメカを検索しています。15日短期集中コースを受けた弟子とやらがどれほどの実力を身につけてくるのか見ものだな。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとく。
また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。やめなよ。聞かせて。あれ？今日の稽古はここまでにしましょう。あとで少し復習。今日は2回目の試験だよ。今回の試験監督は私。あなたの奇策で敵に勝つという能力を試す。おじいちゃんが剣に決まった型はないって言ってた。この広大な世界は全てが剣であり、全てが剣の技。短期間で敵に勝つ実力を手に入れたいなら絶技を身につけないといけない。絶技といえば烈焰濃茶を用意してあるよ。え、金人口のあの烈焰濃茶？そうだよ。これはある元気の話なんだけど、英雄が烈焰濃茶を飲んだ後、体が震え出して千鳥足になったの。そしてその英雄はよろめきながらもデタラメな水拳で父親の敵を撃ったんだから。真似をするのはいいけど、あなたは水拳を使えるの？使えないよ。でもこの烈焰濃茶を飲めばできるようになるんじゃないの？美月さん、元気と現実は違うよ。もちろん
うちも世間でいろいろ学んだんだから。水木さんは最近あちこち回っていろいろ経験したって聞いたけど、それがどれくらい剣技に応用できているかはこの目で確かめるしかないね。美月なのか、今回の相手はカンパニーのメカに近いよ。双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。青龍逆光ミルクティー最高食らえ。あ、わかった。シャエスポーチュー、青龍逆光ミルクティー最高食らえ。体力無効。不思議な技だね。でもそうやって自然と剣技に応用できているんだから、美月さん独自の術技と言ってもいいよ。運理の勧めであちこち回ってるって聞いた時は時間の無駄かなって思ったけど、全くそんなことはなかったようだね。相変わらず頭の固そうな師匠がいるみたいだけど。師匠たちの教えに感謝するよ。じゃあ無事に合格できたってことだよね。そうなんだよね。間違いなく合格だよ。やったね。助教さん、そろそろうちのこと褒めてくれてもいいんじゃない。今回は謙遜しないよ。うちは本当にかなり進歩してるんだから。将軍も言ってたんだけど、剣術を学ぶときには先生を選んじゃいけないって。運気の教えだけじゃなく世間の様々な実力者や異国の友人からも学ばないといけないんだ。実は以前ケイナイフンさんに宝剣を飲み込まれたことがあるんだけど、あれは確かに剣術の修行では学べない能力だよね。それで今あなたは自分に勝ち目がどれくらいあると思ってる？3割か4割くらいかな。それだけ剣術に対するうちの理解が深まって実力を推し量れるようになったってことだよ。ついでに言っておくと、元気に出てくる英雄は戦いの前に実力を隠すものだからね。はあ、それは経験に裏打ちされた話だよね。さっきの試験を見る限り技を使いこなせるようになるまでにはまだ時間がかかると思う。
でも現時点でここまでできるなら大したものだよ。今日はあなたたちにミルクティーをおごってあげる。やった！七シビトの剣術修行に関して進捗状況の報告は完了しました。スコートさん、他にやるべきことはありますか？はぁ、お前まさか私をバカにしているのか？いえ、そのようなことは。他に何か仕事がないかお尋ねしただけです。小娘が剣術修行をする様子をずっと監視しているだけなので、時間を無駄にしているような気がして少し罪悪感が。時間の無駄だと？お前はスターピースカンパニーの名誉、琥珀の王の栄光を守っているのだぞ。それはそうと、あいつが構造士の金人を剣で倒せるようになったと言ったか？ふん、たかが先週の金人ごとき、カンパニーのメカと比べ物になるか。今あるメカの装甲を分厚くして補強しろ。あんな小さな生クラで私たちの最先端技術を傷つけられるはずがない。お言葉ですが、装甲はすでに分厚くしています。足りない、もっと厚くしろ。私が恥をかくということはカンパニー、さらには琥珀の王の面目を潰すことになるんだぞ。お前たちにその責任が取れるのか？わかりました。口が開いて。今日もかなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。どんな出会いがあるかな。
10人と。どうすればいいんだろう。あれ？残戦波中ダイルリケンにまた一歩近づけたよ。今日の稽古はここまでにしましょう。あとで。意見を聞かせて。あれ？今日もかなり収穫があったよ。うち試験の前に美月さんに伝えておきたいことがある。実はスコートから果たし状が届いてたんだ。彼はかなり用意周到で、早くから地甲子に根回しして武術交流活動の申請をしてたみたい。そして決闘の場所も金人校に決めてるそうだよ。どうやらそこは彼にとっても縁の深い場所のようだね。でも規定では果たし状を受け取った人は挑戦を拒否することもできるんだよ。それをしちゃったら負けを認めるようなものじゃ。もちろん挑戦は受けるよ。わかった。だけどその前に最後の試験、卒業試験が待ってるよ。うちもびっくりだよ。別に本当に卒業するってわけじゃない。今回の試験の相手があなたの師匠元凶ってだけ。将軍が僕に剣術を教えてくれてた時、重要な節目が訪れるたびに手合わせをして僕の力量を確認してくれたんだよ。弟子の長所と短所を一番よく分かっているのはやっぱり師匠だからね。元凶師匠と戦うって本当に勝てるのかな。やってみないとわからないよね。まさか相手が僕だからっておじけづいたの。美月なのか。双剣を構えて始めるよ。最後の試験だね。少し緊張してきたよ。頑張れうち、負けるなうち。こんな技まで身につけちゃうなんてさすがうちだね。
リュー100個、ミルクティー最高、くらえ。剣よ、我が命じる。おお、すごい。悪を払う。青龍100個、ミルクティー最高、くらえ。無事などもつまらないね。はっ、あ、わかった。青龍100個、ミルクティー最高、くらえ。おお、すごい。青龍100個、ミルクティー最高、くらえ。とっておきをくらえ。期待に応えられなく。悪くないね。ここまで持ちこたえられるなら合格だよ。おだからうちは褒められて伸びるタイプだって言ったでしょ。美月なのか、あなたの今の剣術の腕だったらカンパニーの目か相手でも勝ち目は大いにある。うん、うちもその自信があるよ。ところで今振り返ってみて、剣術よりも重要なものを手に入れたと思わない？この期間、うちは二人の師匠から剣術を学んだだけじゃなくて、多くの人や物事に触れて貴重な経験をたくさん積んだよ。それら全てが君の剣術の栄養となるんだ。雲里師匠が、この広大な世界は全てが剣であり、全てが剣の技と言っていたようにね。うん、確かにそうかも。ねえ、スコートをどうやって倒すか、あんたの意見も聞かせてくれない？うん、そうだね。スコートが見下していた先週の剣術の凄さを思い知らせてやろう。以前元凶が悪党たちを倒す方法はたくさんあるけど、英雄になりたいなら自分を高める以外に近道はないって言ったことがある。美月なのか、今のあなたは自分が理想とする英雄に近づいたと思う？もちろん、うちの心の中の英雄はこうするはずだから。